SB2U ビンディケーターチェサピーク飛行する SB2U-10740 合計 SB2U ビンディケーターはボート社が開発した艦上爆撃機である。折りたたみ式の主翼や引き込み足を持つ当時としては近代的な急降下爆撃機であった。イギリスでもチェサピークの名で練習機として運用された。アメリカでの愛称のビンディケーターは擁語者の意である。また イギリスでの愛称のチェサピークはバージニア州の原住民のこと。海軍による募集の際、すでに開発が大幅に進んでいたカーチスライト社の XSBC-3 以外ではグレートレックス社の XB2G は開発断念、グラマン社の XSBF は開発断念により偵察機 SF として使用、ブルースターのザスバは 生産性の高い海軍交渉への移転生産により SBN と解消されたが生産に遅れが出てしまい、ノースロップ社の XBT は少数生産の後、改良のためダグラス社への移転生産により SBD に解消されるといった具合で計画通りに製造が行われたのはこの SB に言うのみであった。開発は1934年6月より開始され、 1934年10月11日に XSB2U としてアメリカ海軍より試作機の発注が行われた。初飛行は1936年1月4日。サラトンガ艦上の SB2U-1 海軍第3爆撃航空隊の所属機1937年12月より部隊に配属が開始され、 ダグラス社製 SBD ドーントレスが配備されるまでの主力艦上爆撃機として使用された。また、フランスにも輸出され、V-156AF として1939年に40機が発注され、同年9月3日より引き渡しが開始された。二日軍向けに使用が変更されており、各種兵装のほかプロペラピッチを逆ピッチにして使用するダイブブレーキは、 主翼上下に取り付けた細い板状のダイブブレーキに変更されている。第1海軍爆撃航空団参加の AB1、a b 3 2個飛行隊に12機ずつ配備され、第2次世界大戦初期の独仏船に使用されたが、大した活躍もないまま敗戦を迎えることとなり、BC 政権下で残存機すべてがスクラップとして廃棄された。太平洋戦線ではミッドウェイ海戦に、 ミッドウェイ基地航空隊として参加しており、一機が従順洋艦、ミクマに体当たり攻撃を仕掛けたことで知られる。なお、フランスへの輸出分のうち、フランス降伏によって、発注分が中に浮いてしまった機体は、イギリスが引き取り、チェサピークの名前で、標的栄光や訓練に使用した。s b 2 u 1 3 m メンズ、s b 2 u 3 3 m メンズ。ありがとうございます。